ツイッターで最近ボーラード動画がプロテスト合格、この業界は経営さんに本当に期待しています、最近いかがですか。最近ねビリヤードやってるんだけど、あんまりこう動画とか載せないようにしてて、まあ、なんか一時ねそのビリヤードやってる人からねなんかすごい嫌がらせのメッセージがいっぱい届いて、プロテストをさ受けるって言ってたんだけど、なかなかこうなんて言ったんだろう、これやっぱ合格できる実力にならないとなんか受けて落ちるってのも嫌で、ボーラード結構上手くなって一時200点とか取れるようになったんだけど、210点かける3ゲームを連続で出すには足りないだろうなと思って、まあ、本気で集中してやったらもしかしたらってところまで来てたんだけど、でもやっぱり自分の教わってるプロとかの技術見ると全然足りないなと思うし、知識も足りないから、まあこれでボーラードだけでプロテスト通っても試合で使える技術じゃないだろうしって思ってたんだけど、でもまあプロテスト受けることに意義があると思ってたら、意外となんか否定的な DM がいっぱい来て、なんかちょっとなんかどうしようって思ってんだよね。なんか受けてそこをにわかに盛り上げても歓迎されないんだったらあんま意味ないし、俺も暇じゃねえからさ、一応時間使って技術磨いてはいるけど、なんかその結果がさ、なんか片手間でやってるやつがプロテスト受けて通って試合もろくに出ねえのになんだよとかって言われるのが、果たして自分のキャリアにプラスなのかもちょっと分かんなくて、すごいひどいことを言われたんだよねなんかお前ビリヤード舐めてんだろうみたいな、なんかこう失礼だみたいな、なんかビリヤードに失礼だみたいなこと言われて、まあでも俺も人生の貴重な時間をある程度使ってその技術を高めたから、まあ何にもしないでやめるのもったいないなと思ってんだけど、なんかそんなに失礼だって思われるんだったら、そこまで言われるんだったら俺が盛り上げる必要もないのかななんてちょっと思った時期があって、あんまりもう外に出さずにやろうかなって最近は思ってます。なんかね必ずいるんだよねそういう人、なんか始めるとその先人自分たちがやってきた業界みたいのがやっぱ大事なんだろうかなんだろうか知らないけど、そのタレントみたいなのがちょっとやり始めるとこう否定する人がいて、まあなんだろうな、いろいろ思ってる。まあ俺がちょっとこうなんていうの、ビリヤードが遅れた理由は他にもいろいろあってちょっと複雑だからあんまり言いたくないんだけど、まあいつかやりゃいいだろう、人生長いんだから